YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。清宮幸太郎、腕なくて申し訳ない気持ちから奮起。96号は沖縄の特大。第46回沖縄招待試合、未来コンパ7対5総日、2017年5月28日、沖縄セルラースタジアム那覇。総日、清宮幸太郎内野手3年が、特大の96号スリーランを放った。沖縄県の招待試合で未来コンパと対戦。1打席目は、1回1死1塁から、未来コンパのエース、山内圭投手3円の変化球を三振。第2打席は右飛。第3打席でミニマイ安打を放つと、8回に死に三塁から相手投手の104キロのシンカーを右翼芝布石後方の凡球ネット最上部に当てる特大スリーランを放った。清宮は前日27日から沖縄で招待試合に出場。前日は2試合戦い、本塁打ゼロ。打てなくて、申し訳ない気持ちと話していたが、3試合目で沖縄の高校野球ファンにピンクのアーチを届けた。試合は0対7から反撃したが、5対7で敗れた。みんなの声、生で見ました。6点差でしたので、未来効果が控えのピッチャー、上のクラスのピッチャーを打てるかどうかは見ない。ただ、打球の速さは高校生離れでした。当日は、投手に守備力が課題。特に、あの守備では、予選勝ち上がれるか疑問。清宮くんホームラン、の陰で、5点を追って、試合を作れる投手はいないんだな。100は打つでしょうな。毎週全国のどこかで試合しているな。まるで巡業みたいだ。プロ入り前からプロ以上の人気。このような招待試合で負けてるようでは東京都大会では勝てないな。それにしても投手陣がひどすぎる。すごいね、これだけ注目されても打つんだから。公式戦は勝つための野球だから本数少ないのは仕方ないと思う。大学行ってハンカチのようにはなってほしくはないけど、そこは本人が人生に何を求めてるかによるだろうから、外野が言うのではなくて本人に任せましょうよ。だってまだ17、8歳なんですから。アンチの皆さん、ある意味認めましょう。プロで通用するとかじゃなく、これだけ注目されてる中で結果を出すんだから。100本超え期待しています。ホームランがなかなか打てない高校球児がたくさんいる中で素直にすごいと思います。飛距離はすでにプロのホームランバッター並み。化け物、ホームラン打たない試合の方が珍しいな。期待に応える清宮はすごいが、聞いたこともないような相手にリードを許す投手陣。大学に進学するのか、プロ入りか気になります。これだけ注目されながら努力を重ねて結果を出すことは見事です。そしてその高校生に対して汚い言葉を浴びせる大人は哀れです。当日とかになると沖縄とかにも招待されんだな。へーやー、全国に行けるだな。普通行けない。当日のチーム防御率は恐ろしいことになってるだろうな。平均5点は取られてるから、おそらく6点台か7点台じゃね。プロ野球に入ったらホームランの数はゴジラやホームラン王も超えてまうかな。
後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。